東京神学者は日本キリスト教会の指導者、植村正久が明治37年に市ヶ谷教会で始めた神学校である。正式名称は東京神学者神学専門学校である。植村正久は明治学院の教授であったが、南長老ミッション宣教師のサミエル・フルトンと教科書問題のことで対立したことをきっかけに明治36年に 明治学院を辞任した。辞任の一年前より、上村の自宅で、進学学習会を開いていた。そこには、上村の一番長協会の補助者であった、殿村義郎を、はじめ数人の者が参加していた。二十から三十人くらいの出席者になったので、独立の神学校の設立を相談した。そこで、市ヶ谷役を寺前町の市ヶ谷教会の街道を借りて、 授業を始めた。その後、日本キリスト教会から承認された。この神学校は、神学科、婦人科、神学クラブという三つの部門に分かれていた。神学科は、牧師養成のためのもので、婦人科は、女性伝道師を養成するためのもの、神学クラブは、教師伝道者、平素神学に従事するものらの研究の場であった。講義の科目は、宗教哲学、 キリスト伝、ヤソの時代、聖書釈儀、旧約聖書書論、婦人科は、系統神学を加えた。教師は、宗教学、聖書釈儀が、上村正久で、ヤソの時代が、毛利勘地、新約聖書総論が、白井種六であり、キリスト伝の大谷寮に、チアは、小倉英基であった。その後、アメリカ留学から帰った、が、明治学院を辞して、 東京新学者に転じた。1907年にクリスチャン実業家渡辺総の寄付により独自の校舎が建設された。1925年上村正久が急成すると高倉徳太郎が後継者になる。1930年に明治学院新学部と合併して日本神学校となり、1937年東北学院新学部も加わったが、 1941年4月の日本、キリスト教団結成を受けて日本神学校も、東日本各地の神学校と共に、日本東部神学校への合流を余儀なくされて、廃校となった。ありがとうございます。